皆さんこんにちは、カメマルコです。はい、皆さん今回はですね、というか今日は浅草で開催された、国内最大級の、生き物マーケットアクアリウムバスに行ってまいりました。イエーイ。今日めちゃくちゃ暑くて35度とかぐらいだったんですよ。いやマジで暑かった。まあ、あの会場は涼しかったんですけどね、もちろん。ただもう本当に今日混んでて、すごい珍しかったのが、午後になってもすごい混んでたんですよ。で、今日のあの開催されたアクアリウムバスっていうのは、一応熱帯魚とか、まあアクアリウムバス名前の通りなんですけど、そちら中心なんですが、最近は爬虫類とかといったようなね、生き物も増えてきた、触媒会になります。で、今日浅草でやったんですけども、時間が午前中から1時までが先行入場2000円で、通常入場が午後、1時から、1時以降かな？1000円でした。毎回ね、それぐらいのお値段なんですけど、本日ね、行ってきて、こちら、コータガーデンさんっていうね、YouTuber さんがいるんですけども、そちらの方がアクアリウムバスに参加してまして、遊びに行ってね、会ってきました。あとはバキバキ爬虫類のアミさんとかね、今日女の子がね、たくさんいて楽しかったです。声かけてくださった視聴者さんもありがとうございました。ということで今日はね、ちらっと買った購入品を紹介したいと思います。それでは、レッツラゴー。はい、ということでね、本日買った商品はこちら。ちょっと少ないんですけど、今日はね、一条ペットフードさんっていうね、ところでね、購入させていただきました。めちゃくちゃね、本当に困ってて、本当にここで売っててよかったなと思ったのが、こちらね、はい、取り置きしてもらいました。冷凍のやつなんで、買ってね、冷凍庫に入れといてもらって最後に取りに行ったんですけども、じゃじゃーん。値段はね、2200円だったかな。保冷剤もちゃんとつけてくれて優しい。ありがとうございます。じゃーん。こちら私がめちゃくちゃ愛用で使っている、冷凍コオロギの月夜のファームさんの二星ですね。本当はね、普段 L なんですけど、S か ML しかなかったんで、こっち買いました。普段ね、使ってた、こちらね、昨日空になって、もう良かったです。今日変えて。もうめちゃくちゃ食いつきいいし、だいたい1週間に L サイズを4匹とかあげてます。まぁ、ちょっとダイエット中なんで少なめかもしれないですけど、それでも全然尻尾もブリブリで、それぐらいがうちの子たちは今ちょうどいいかなって感じなんですが、早速ね、こちら解凍して、後であげたいと思います。そして、もう一つ買い物で買ってきたのが、じゃじゃーん。はい。こちら、ピンクマウスです。ピンクマウスはね、なんでこう購入したかというと、うちのボールパイソンちゃんにはちょっと小さいじゃないですか。てか、ちょっとてか全然。うちにいるジライアくんに、こちらのね、ピンクマウスを最近あげ始めて、すごい食いつきがね、ピンクマウスに切り替えとったのに良くなったんで、こちらもね、この後ね、解凍して、あげていきたいと思います。そしてね、今日、視聴者さんから、飲み物をいただきまして、じゃじゃーん。はい、タガメザイラーです。これはね、小林昆虫っていうね、小林昆虫さんで買ってるドリンクですね。本当にありがとうございますっていうことでね、ちょっとね、めちゃくちゃ喉乾いてるからね、飲もうと思って今。香る昆虫タガメサイラー、これ1本500円か300円ぐらいだったような。いただきます。はあ、美味しい。はい、これがね、ピンクマウス S。ジュラヤ君にあげていきます。これはね、こちらがさっきの、月夜のファームさんの ML サイズ？小さいサイズと、ちょっと大きめのサイズがちょっとごっちゃに入ってる感じですね。これも、2つね、解凍してね。こっちにはカルシウムパウダー。マルベリー CA を、かけてあげたいと思います。ということでね、こちらのね、ジライアくん見てますけど、あげたいと思います。まあ、ジライアくんはね、これ、ちょっと少しね、移動して、このウールマット一緒に食べないようにね、やっぱカエルはちょっと気をつけないとですね。
ということでね、溶かしたこちらピンクマウス。やばい、食べない、やばい、拒否ってる。めっちゃ拒否られてます、これ。わかります？うわー、せっかくこれ解凍した、あ、これだ、やったー。怒りながらも食べましたね。よかったよかった、怒りながらもね、食べてくれました。なんか太ったかな、どうだろう、美味しいですか。飲み込む姿がね、可愛いですね。よかった、食べて。はい、ということでね、これからね、レオパたちに餌をあげたいと思います。ブリブリでしょ。あの3日に1回じゃなくね、うちは2週間に1回なんですけどね、かなりねブリブリなんですよね。美味しいかな。結構ね、ちょっと尻尾がブリブリだなーって子は数とか少なめにしてますけど、まあ、この通りね、食いつきが良くて仕方ありませんね。結構レオパガブってくるんで、これあのピンセット丸いタイプを使ってます。さっきのね細いタイプだとちょっとね刺さっちゃいそうで怪我になりそうで怖いんでね、まあ、木のタイプのピンセットか丸いタイプですね。はい、すごいね、プーちゃん。まあもう大人なんでね、みんなベビーの頃は毎日あげたりたくさんあげますけど、やっぱアダルトになってね。まああとはケージがもう少し大きめ だともうちょっとね、運動もできると思うんですけど、小さいケージだとやっぱり運動量も少ないんで、尻尾もあの細くなりづらいですね。どの子もね、やっぱね、この冷凍、月夜のファームさんの冷凍コオロギは、どの子もこんな感じは本当にね、めちゃくちゃ食べます。アルビノです。目が見えづらいんで、なるべく口の真ん前にこうやってあげます。そう、目が見えないんで口の真ん前にやって、感覚で、あ、前に餌があるなっていう認識をさせてあげるとね。じゃあもう閉めるね。はい、ということでね、本日の動画いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。以上、亀丸子でした。バイバーイ。